地道な改良だけど、こんだけやればあんたたちも実感できるんじゃないかしら。高まってきた。あんたたち、ナイトメアの操縦が上手くなってるじゃない？得な…依頼達成！おめでとう！ホテルにつながる橋はメインを残して全て落とされました。上空及び水中からの接近はいずれも失敗。人質救出作戦を展開するために残されたルートは一つだけです。コンベンションセンターホテルの真下まで伸びているライフラインのトンネル。これを使えば作戦通り基礎ブロックを破壊してホテルを水没させることができます。このトンネルは物資搬入も兼ねているため、サザーランドならば突入可能。敵にも備えはありましょうが、問題はありません。今まで相手が使用した武器レベルなら十分回避可能です。ゴー！敵へ捕捉。予想通り地下坑道を移動してきます。了解。雷光第二軌道、左右四連脚部固定。超電磁式硫酸弾銃砲、電圧確認。アンチナイトメアライフルと思われる。3回しつつ突破せよ。超電磁式硫酸弾銃砲発射。何？やった！一撃だ。使えますな、雷光は。見たか、ブリタニアの豚ども、全滅。敵はグラスゴーを改造したリニアカノンを設置していたようです。突破は無理ということか。どうしますか。要求通り政治犯の釈放と。テロリストに弱みを見せるな。しかしユーフェミア様が。分かっている。その件はまだ気づかれてはいないはずです。人質の中にユーフェミア様がいるのが分かれば、必ずや交渉に使ってくるかと。会議には立ち会うだけでしたから、メンバーリストにも載っていませんし。分かってるよ。今度はうまくやる。でも私は保護者なんかじゃないんだ。僕たち特派は救出作戦に参加できないんですか。申請はしてあるけど、うちは命令系統が違うイレギュラーだし。それにイレブンに作戦を任せるわけにはいかない。コーネリア殿下はブリタニア人とナンバーズをきっちり区別される方でね。受け入れてもらうにはまだ足りないんですね。でもそれじゃ
何のための名誉ブリタニア人制度なんだか。インチキ魔法、やり遂げる決意が必要だな。クルルギスザク、行きます。その威力なら、ここまでが限界か。このままじゃ、自分に行かせてください。の攻撃、止められるか。飛ばしていくか。私を止めることができるか。私の攻撃、止められるか。このままじゃ、自分に行かせてください。我らが活路を開くぞ。道を開けろ。前へ出る。この威力なら、力ある者よ、攻めの手を緩めるな。私の攻撃、止められるか。止めることができない。このビレーナがお相手捕まった。この威力なら、朽ち果てるまで戦うのみ。私に任せなさい。ここまでかけるか。私を止めることができない。これ以上は止められない。ここまでが限界か。ブリタニアの力、やる。勝利とは私のためにある。この勝利、ブリタニアに捧ぐ。お父様、シャーリーさんが。この荷物どこに置く？そっちそっち、運転席の方。おい、ここに置いといた箱は？ただの観光なんですよ。まだ学生なのに、それをテロリストは無差別に。許せない。シャーリーは、娘は無事なんでしょうか？あの子は何も悪いことはしていないのに。ブリタニアと戦うために組織は必要だ。しかし早すぎる。でもこのまま放っておくわけにも。コーネリアの性格なら人質など無視して。はっ、ならなぜ動かない。まさかゼロ。ん？人質どうなるかな。いずれにせよ、ブリタニア人を生かしておく理由はないの。おいゼロ、こいつみんなに配っていいのか。これさ、かっこいいとは思うんだけど、俺たちレジスタンスだし。違う。あ、私たちはレジスタンスではない。じゃあなんだよ。私たちが目指すもの、それは正義の味方だ。
ゃダメだよ。大丈夫だって。やり遂げる決意が必要だな。クルルビス作行きます。この威力ならここまでが限界か。飛ばしていくか。私を止めることができるか。行くよ。どうやらこの辺りが限界だ。我らが活路を開くぞ。道を開けろ。どうやらこの辺りが限界だ。私を止めることが、この威力なら力ある者よ、攻めの手を緩めるぞ。どうやらこの辺りが限界だ。止めることができる。道を開けて。敵ながらやるではないか。バトル、さっさと終わらせる。いいな。少し冒険。私の心は上演。冒険です。この後に。おい、みんな。なはずと。このビレッタがお相手捕まった。奴らは危険だ。このままでは勝てない。